YKK のジーンズファスナー YKK 株式会社は東京都千代田区に本社を置く日本の大手非鉄金属メーカーである。また YKKAP は同社グループの建材部門である。スライドファスナーの生産が有名で世界シェアの約45%を占める。社名の由来は旧社名である吉田工業株式会社の略称で Y は創業者の吉田忠夫の名字から来ている。YKK グループの本社機能、及びファスニング事業、建材事業、後期の3部門によるグローバル事業経営と世界6局による地域経営を基本としている。富山県黒部市に大規模な生産拠点を置き、世界70カ国、地域122社に拠点を持つ。同社は、このチェーンマシンと同種の機械を100台。 日立世紀に1台12万円、支払いは30台ずつの条件で発注。発注した機械は、1951年5月に10台、8月に20台、1953年の7月に100台目が、納入された。つまり、アメリカから輸入した4台と日本でコピーした100台は、それぞれ同じ1200万円であった。コピーするのは当然の流れであったと言える。現在は、 子会社である YKKAP の提供が多い。ありがとうございます。